フリードリヒ・エルンストルート・ビヒ・ホン・フィッシャーフリードリヒ・エルンストルート・ビヒ・フィッシャーはドイツ生まれでロシアで働いた植物学者である。ハルバーシュタットで生まれたハレ大学で自然科学を学び博士号を得た。1806年にロシアの元教育大臣のアレクセラズモフスキーに招かれモスクワ近くのレ連機の施設植物園の管理を行った。 1808年に植物園の目録を発表し、施設植物園としてはヨーロッパで有名な植物園となった。フィッシャーは1822年までラズモフスキーの植物園で働いた。1812年からはモスクワ大学で植物学を教えた。1823年にサンクトペテルブルクの薬草園がミカドリツ植物園となると園長に任命され、 1850年までその仕事を続けた。この間、標本館やライブラリーを設立し、ロシア各地に探検隊を派遣し、植物の収集を行い多くの新種植物の記載を行った。フィッシャーの没後、サンクトペテルブルク植物園の園長は、ドイツ生まれのマイヤーが引き継いだ。1819年からロシア科学アカデミーの巡回員に選ばれた。セリカの俗名。 フィッシャーに懸命された。フィッシュは植物の学名で命名者を示す場合にフリードリヒエルンストルートビヒフィッシャーを示すのに使われる。ありがとうございます。